毎度どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。さてさて、輪っかが5つの話題、アスリートの皆さんちょっと大変。大紀元2021年7月31日、日本選手を中傷する中の国ネットユーザー、背後に不公平おりおり印象操作する中の国の友さん政府、やっぱりな。記事によりますと、輪っかが5つで数々の好成績を残す日本選手団、しかし言われのない誹謗中傷が SNS に書き込まれ、アスリートたちの心を傷つけている。女子個人総合決勝で村上茉愛選手は日本勢最高位の5位につけた。笑顔だった村上さんはSNS の中傷について記者団に聞かれると、すごく残念、悲しいと吐露し、大粒の涙を流した。こうした嫌がらせを受けているのは村上さんだけではない。伊藤美誠選手との混合ダブルスで日本卓球史上初の五輪での金メダルを獲得した水谷隼選手も28日自身のツイッターで、他の国からとぼかし攻撃的な内容のメッセージが来ていることを報告した。体操男子の個人総合で金メダルを獲得した橋本大輝選手や、サーフィン男子の五十嵐カノア選手もこの経験があることを明らかにしている。ツイッターや動画共有サイト YouTube には、日本選手の競技の審査結果を否定する投稿が相次ぎ、中には侮辱的な編集画像などもある。これらの表現には不自然な日本語や英語、中の国本土の簡体字を使用した中国語アカウントが多いことが確認できる。中の国の SNS ウェブには、日本選手の勝利を受け入れがたいとするクレームが溢れている。中の国のアスリートもこの問題を知り、中傷をやめるよう呼びかけている。橋本選手と同じ競技の舞台に立った体操銀メダリストの翔寂斗選手は29日、自身のウェボーに橋本選手らメダリスト3人の写真を添え、あまり選手を攻撃しないで、選手たちはみんな素晴らしく目標に向かって努力し非常に励みになると書き込んだ。敵と認識した人の心を、メンタルを壊そうとしてはんねん。だから日本人選手もこれからはスルー力を鍛えるべきやと思うね。私、攻撃されたらまず一番に相手をマックスに怒らせる。普段誰も言わんようなことをパーンって言うって心悩さしとこうってやってきてんけど、初めて会ってマウント取られたり、なんか支配しようとしてきた瞬間、お前今マウント取ったやろって言う。お前って言う時とそうでない時あんたっていう時もあるし、まあいろいろやねんけど、とにかく目の前のムカつくやつをマックスに怒らせたろうってやってきて、その方がそいつを失脚させて仕事奪えてたから、なんよこいつって思った時、あとあとイライラするの嫌やから、言えるうちこの瞬間に言うとかな、ソンってやっててんけど、あの時あんなこと言われたとかもう全然覚えてない。なぜならばそれ以上の返しをしてたから、向こうの方が覚えてんちゃうかなって感じで気持ちすっきりすんねんけど、この選手の皆さんはきっと組織ぐるみでメンタル壊しをやられてると思うねん。だからできれば SNS やらない方がいいのよ。片っ端からミュートかけまくることもできへんやろし、アットで飛んでこないようにダイレクトに胸クソ悪いコメントを読まないようにする方法ってあんのかな。私の場合は SNS 始めるときに、あ、こいつら敵やなと思ったら片っ端からブロックかけといて、自分の言いたいことを言ってエゴサーチしない。他の人たちが私のことを何を書いてようが見てない。一生懸命ちょっかい出してこられても無視。あるとき私にメールで言い訳をしたいって、とにかく転送してくれって、知り合いから転送されたメール、それすら来た瞬間に削除。このメールに何分使ったんやろ一行も読んであげないってやったな。いちいちどうでもいいやつの意見は見ない、気にしない。うわめんどくさーと思ったら関わらないのが一番やね。それと
皆さんお嫌いな竹中平蔵が会長を務めているところの派遣で、急遽問屋の年末派遣に行った。袋詰めそんなんやったことないし、おばちゃんがごっついいじめてくるみたいな感じで大きな声で、あーすみませんって謝ってあげたんや。そしたら責任者のおっちゃんが来て、え、何があったの、この方がねちねちと遅いやないや言うんで謝ったんですって言ったら、そのおばちゃんの立場悪なって、確か時給が1340円やったんや。そのおばちゃん多分800円あるかないかやねんな。そらいじめたくなるよ。で、私袋詰めする仕事やったことないんで、一般事務やったから、あと1週間ぐらいでいなくなるから我慢してねって言うといた。とにかくへこましてこよっとするやつがいんねんから、へこましとくな損っていう考えにしたらええと思うねんけど、アスリートはちょっと難しいな。記事戻りましょう。ちっちゃいタイトルで、不公平おりおり印象操作する中野国メディアや政治系 SNS アカウントね、敵って思われてんねんから、そいつらのことを敵って認識して見下しとくね。見ないする。以前の私はありとあらゆる言葉を使って注目を集めたり反撃したり楽しんでてんけど、言論弾圧が激しくなったので、どういう風なことやったとかこう思ってるとか言いませんけど、皆さんメンタルを鍛えるというか、我関せず、もうミジンコみたいな人たちが何を言っててもええねんって思えるようになったらええねん。プランクトンみたいなもんやで。記事戻って、これらの中野国ゆうちゃんの負の感情の背景には、中野国メディアや政治系 SNS アカウントを暗躍する世論工作員の存在がある。そう、世論工作員いるよね。絶対関わったらあかんね。お話ししてあげないが一番やね。昔やったらやつらのコンプレックスを探し出して書き出すっていう対処法もできてんけど、近頃では難しいからな。これらの印象操作を受けて、中野国ネットユーザーは、東京の輪っかが5つでは日本偏重のジャッジが行われていると思い込んでいるようだ。 SNS のウェボでは中野国体操チームが受けた不公平が上位検索ワードになった。不公平なことをやられてんのって全て日本側やからな。これまでもな、今日本のテレビマスコミ、本物の日本人活躍できる場ありますか。中野国共産党の青年組織、共産主義青年団の共産って共通の共に産業の産って書く、共なんとかなんとかの部分は産。暗記賞委員会はウェイボーのアカウントで、日本と中野国の選手が対戦する競技の加工動画を上げて、日本選手は明らかに違反した、見て見ぬふりしていいのかなどと書き込んだ。あ、こうやって利権工作していくんや。これみんな知った方がええで。中を引き裂く工作やっとるやつおんねん。でそれ見つけたら浮上させて仲間に自己批判させたらええねん。自己批判って仲間が使えないやつとみなした時にボコることやからな。ボカボカもいったんいったんあーやからな。台湾師範大学の東アジア研究科の教授の林さんって方は、アメリカラジオフリーアジアに対し、ネットユーザーの攻撃性は昨今の中野国外交官による好戦的な姿勢、戦狼外交からも影響しているのではないかと指摘する。戦狼外交ってウィキペディアによりますと、21世紀に中野国の外交官が採用したとされる攻撃的な外交スタイルのこと。攻撃的な人に対してその瞬間にガーンってぶつける時の快感はたまらんねんけどな。私フリーランスなんで何も守るもんないし、高圧的に来られると何偉そうに言うてんねん、偉いんとか、うわなんかめっちゃムカついてんけど何なんあんたとか言うようにしてきて、とにかくへこましてこよっとするやつがいんねんから、へこましとくな損っていう考えにしたらええと思うねんけど、アスリートはちょっと難しいな。で先ほどの台湾師範大学の教授の林さんによれば、
中の国のネットユーザーは相手の立場を考えず一方的に不公平な扱いを受けたとみなしてなりふり構わず自分の意見を強く主張する、中の国政府の戦狼外交と個人的な反応の両方は負のスパイラルの中で互いに刺激し合っていると語った。中の国事情に詳しい東京大学大学院総合文化研究所の教授の阿古智子さんって方は、多くの日本人は中の国のネットユーザーの行動に不快感を抱いており、中の国はひどいというネガティブな印象を持っているとアメリカのラジオフリーアジアに語ったやって。で、教授の阿古さんは、輪っかが5つのアスリートたちは理由もなく数々の中傷を受けた、これらのコメントの多くは中の国政府に雇われたオンライン言語を誘導する5つの K の等5なんとかと、なんとかの部分はもう、もっとも YouTube 様がお嫌いになる単語。もう一回、中の国政府に雇われたオンライン言語を誘導する、合計等、などによるもの、との報道もある。また、党の世論扇動によって、いたずらにナショナリズムが高まり、相互の感情悪化に結びついていると指摘した。教授のアコさんによれば、日本ではオンラインにおける誹謗中傷の対応を強めており、多くの日本人はネット上で中の国ネットユーザーのバッシングに反論して対処に努めているという。実際日本選手は今回の輪っかが5つアスリートに対する SNS を使った誹謗中傷の制止を呼びかけている。呼びかけたところでやむもんじゃないかな、見ない、キャプチャーして晒すで法的措置取りますって、ほんまにやるべきやな。で、加藤勝信官房長官は29日の記者会見で、差別的な書き込みなどあってはならない、若が5つ検証でも人種差別などが禁止されていると強調した。若が5つの賞の丸川珠代さんは、国際折々委員会も30日中傷をやめるよう呼びかけた。共同通信によれば警視庁も被害届が出れば対応する方針を示している。選手の皆さんに、あいつらがやってんねんから見たらあかんって、もし書かれたらキャプチャーして晒して楽しんだらええねんって言うてあげて。 SNS の場合 IP アドレスを瞬時に抜けないのが辛いのよね。一般人の場合警察は守ってくださらないから、うまいこと自分らで表現の自由を使って対抗したらええねんけど、選手の場合はそうはいかんねんから警察にお任せ。記事は以下割愛いたします。何しかレッドチーム赤い勢力は何でもありやりたい放題でやってくるので、私はそれに対抗するために日々楽しく工作員って言われてる人たちを自己批判に持ち込んだらええんちゃうかなって努力してたんです。何しか問題は狭いところに置いとくのではなく、公の場に白日のもとに晒せばええねん。